いるわけ？兄ちゃん激しいの見てる。今度借りようっと。龍太郎兄ちゃん。あ？貞子からのラブレターまた来てたよ。またか。ったく、相変わらず気色悪いストーカーだな。兄ちゃん好かれてるね。ヒューヒュー。うるせえ。いやあと兄ちゃんに紹介したい人がいるんだ。こちら同じクラスの。はじめまして、野ヶ浦ののかです。へえ、ヒロアキが彼女連れ込むとはな。やるじゃねえか。何言ってんだよ兄ちゃん。まだ彼女とかそういう関係じゃ。やめてください。私滝沢くんの恋人じゃありませんし、あなたのその上から目線ムカつきます。あ、おいヒロアキ、お前こんな噛みつき髪がタイプなの？え、ちょ、失礼な。初対面で噛みつき髪とは何ですか。年上だからって調子に乗らないでよね。ののかちゃん、どうしたの突然。どう見ても調子に乗ってるのはてめえだろうが。犯すぞこれ。犯せるもんならやってみなさいよ、ゴミクズ人間。やめてよ二人とも。ったくヒロアキのやつ、とんでもない女連れてきやがって。あいつと貞子だったら貞子を取るな、きっと。アホらしい。やめやめ。勝手に入ってくるなっていつも言ってんだろうが。なんで俺を呼ぶんだよ。兄ちゃんがいればこの沈黙もなんとかなるかと。あれからずっとだんまりか。ったく、ののかちゃんだっけか。ひろあきの彼女でもないならあんた一体何しに来たんだ。そこにいる弟さんに聞いたら。いや未来の彼女、兄ちゃんに自慢しようと思って。なら俺に頼るんじゃねえよ。てめえで何とかしろバカ野郎。あ、そうだ、 DVD 借りてこよう。見たい作品あったんだよね。あれならきっとみんなで楽しく見れる。そうか。あーて、レンタルショップまで片道30分だぞ。その間あいつどうすんだよ。ごめん兄ちゃん、もうこの空気耐えられない。そんなわけでののかちゃんのこと頼んだから絶対に帰らせないでよ。それじゃあすぐ戻るから。さてどうすりゃいいんだ。あのよ、私あなたたちの茶番を見せられてもう眠くなってしまったので。お、ひろあきには悪いが自分から撤退してくれるならありがてえ。あ、そう、じゃあとっととお帰り。ベッド借りますね。って寝るのかよ。そういえばさっき私を犯すとか言ってた気がするけど、今がチャンスなんじゃない？お兄さん、この野郎。はぁ、俺はな、おめえみてえな知識性ガキはタイプじゃねえんだよ。そう、安心安心。タイプじゃねえな。何よ。実はお前俺に惚れてね。はぁ、無抵抗すぎるし。あば、人が一生懸命書いた手紙を小バカにして読まないような最低人間になって惚れるわけないでしょ。あ、貞子の手紙はお前には関係。そう。はぁ、あ、まともに読まれてすらいなかったなんて最低。来るんじゃなかった。名前だって書いてあったのに。あ、すまん。いや、しかしあれはさすがに字が小さすぎて怖いっていうが。あ、今日うちに来たのって、俺に会いに？うるさい！兄ちゃん、ののかちゃん、今帰ったよ。やべ、ひろあきのことすっかり忘れてた。ほら！じゃ、さようなら。あれ？
帰っちゃうの？ DVD 明日また来るから。なんだろう。これやるから不法侵入すんな、バーカ。